テレビマンが暴露した本当は使いたくない大御所タレント、衝撃度ランキングトップ11。近年若者のテレビ離れが問題視され、テレビ業界全体で変革やテコ入れが求められています。そうした転換期に際し、大御所タレントは様々な理由でしばしばテレビマンの間で扱いづらい、使いたくないという声が上がっています。そこで今回はテレビマンが暴露した本当は使いたくない大御所タレントを衝撃度順でご紹介します。第11位、明石家さんま。お笑いタレントの明石家さんまさんはお笑いビッグ3の一人として69歳を迎えた2024年現在もテレビの第一線で活躍されています。そんなさんまさんはかつてはミスター好きな芸人と呼ばれるほど好感度の高い芸能人として君臨していましたが、2019年には打って変わって一番嫌いな芸人で初めて1位に選ばれており、またテレビ業界内でも評判が悪くなっているとバラエティ番組関係者が明かしています。その関係者によると、近年さんまさんが MC を務める番組ではさんまさんが話していることが面白くなくてもとりあえず周囲が笑いのガヤを入れ、全然笑えないのに雰囲気だけが盛り上がっている状態が続いており、さらには時代の空気を読み誤ることも増えているのか、最近ではウエストランドの河本さんがタクシー運転手に暴行を働いた件をおいしいなどとネタにして炎上するなど、さんまさんに疑問を抱く関係者が増えていると明かしています。また年齢もあってか声がしゃがれており、何を言っているのかよく聞き取れないことが多いといい、マイクの音を最高値に合わせて対処しているものの、他の演者との調整が半端ないほど大変で、収録の時はいつも音声さんが泣いていると同じく関係者が証言しています。それでもかろうじて各局で冠番組を持っていますが、今ではどの番組も軒並み低視聴率を記録しており、それでも大御所ゆえにギャラが1本300万円近くするため、テレビ局の間ではリストラしたい大御所芸人の一人になっていると、キー局関係者が語っています。第10位、設楽統。お笑いコンビ、バナナマンの設楽統さんは、2021年から2年連続で、テレビ番組出演本数ランキングで1位にランクインしており、今や情報番組、ノンストップで MC を担当するなど、大御所タレントに仲間入りしつつあります。そんな設楽さんは硬派なコント職人でありながら、バラエティ番組では温厚で優しいイメージがあり、好感度の高いタレントとして人気を博していますが、週刊誌が民放キー局のテレビマンにアンケート調査を行った結果は、現場で嫌われている MC ランキングで1位にランクインしてしまいました。同誌の記事では設楽さんを天皇と呼ばれる絶対的な存在と揶揄し、現場でのその傍若無人ぶりが紹介されており、具体的には演者のキャスティングに細かく口を出したり、気に食わないスタッフを現場から外すなどやりたい放題で、人手が足りず制作費が少ないことを知っているにもかかわらず、企画に対して無理難題を言い、いくら現状を説明してもネチネチ叱ってくるため、現場のテレビマンたちは常に疲弊しているとフジテレビディレクターが暴露しています。また別のフジテレビ AD も、設楽さんが喫煙所に行かずに楽屋でタバコをふかしており、一応本人からの申し出で特別に許可しているものの、実際は現場で天皇と呼ばれる絶対的な存在のため断れなかったというのが本音だと明かしています。第9位、松本人志。お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんは長年テレビ業界の第一線で活躍し、数多くの名番組や名企画を生み出してきました。そんな松本さんは2023年末に過去の性加害疑惑が週刊誌にスクープされ、現在は裁判に注力するために芸能活動を休止し、コンビの冠番組は相方の浜田さんが一人で受け持つ形で継続しています。現在も裁判は続いており、今後の展開は不透明なままですが、テレビ局関係者の証言によると、テレビ界ではすでに松本さんは終わった人という認識になっていると語っています。その理由として、スクープ内容が事実であれ嘘であれ、性行為ありの飲み会に後輩芸人を使って女性を集めさせていたというイメージは、とにかく CM スポンサーの評判が悪く、たとえ裁判に勝とうが負けようが、そんな話が出るだけで完全にアウトなので、テレビ局側はすでに松本さんをキャスティングすることに消極的になっていると語っています。また松本さんの裁判が終わる数年後には、お笑い界は世代交代している可能性が高く、そんな状況でレギュラー番組1本あたり200万円の高単価な松本さんをテレビ局側が改めて使うことはないだろうとも推測しています。第8位、
所ジョージ。ミュージシャンでコメディアンの所ジョージさんは、1980年代に「笑っていいとも」のレギュラー出演が決まったことで一躍有名になり、現在まで数多くの冠番組を抱える大御所タレントとして君臨しています。そんな所さんは大御所でありながら、力が抜けた緩い芸風で好感度が高いイメージがありますが、近年 SNS では若い世代を中心に番組中のコメントがやたら知ったかだし、上から目線で不愉快になる、なぜ売れてるのか人気があるのかさっぱりわからない、などの辛辣な声が散見されるようになっています。その理由としてテレビ情報誌の編集者は、近年の所さんは価値観のズレを感じる発言が増えていると指摘しており、実際に2019年にはテレビ番組で明石家さんまさんの娘の IMALU さんに結婚と出産を勧めるような発言をし、親孝行とかおじいちゃん孝行なんだよそれは、とまるで子供を作ることが親孝行であるかのような発言をして軽く炎上しました。他のテレビ番組でもビデオ会議システムで AI が自動でメイクをしてくれる機能が紹介されると、 AI を使わず自分で化粧しなさいよと発言し、女性の視聴者から批判の声が上がったこともあります。このように今のご時世に合わない昭和っぽい価値観に引いている視聴者も多く、その上大御所だけに出演料もトップクラスなので、テレビ局側としては負担の問題があり、レギュラー打ち切りの波紋が起こっていると指摘しています。第7位、宮根誠司。フリーアナウンサーの宮根誠司さんは、情報番組ミヤネ屋の司会として20年近くお茶の間で親しまれています。そんな宮根さんは大阪人ならではのトークスキルを売りにし、また旧統一教会やジャニーズ問題に舌鋒鋭く切り込んだことで、一時は視聴率 8% 近くを叩き出していました。ところが2023年に自身の離婚報道が出ても一切スルーしたことや、2024年に韓国のソウルで路上喫煙をして、その謝罪の態度が偉そうだったことなど、度重なるバッシングの末に低視聴率に落ち込む結果となっています。そんな宮根さんはスタジオで嫌われている MC ランキングでも2位に選ばれており、その理由に関してテレビ局プロデューサーは、宮根さんはスタッフの襟好みが激しく、親しいスタッフはちゃん付けで呼ぶのに対し、それ以外のスタッフにはそっけないため、新人や仕事を始めたばかりの制作会社ディレクターはなかなか現場に溶け込めず、一部のテレビマンから嫌われていると証言しています。また裏方だけでなく共演者からも、とにかく自分が興味ない話をするコメンテーターのコメントは上の空で、そのため同じ話題を繰り返すことが多く、現場では顰蹙を買うこともしばしばあると指摘しています。第6位、太田光。お笑いコンビ爆笑問題の太田光さんは、口頭無形かつ過激なボケが特徴的で、また政治ネタを得意とすることから、長年情報番組サンデージャポンのメイン MC を担当しています。そんな太田さんは2024年に同じくお笑い芸人のサーヤさんの YouTube チャンネルに出演した際に、過去にプロデューサーの佐久間信行さんから、自分たちの世代であなたを使いたいと思ってるテレビマンは一人もいませんと言われたことがあると打ち明けました。太田さんは普段からバラエティ番組に出演すると思いもよらぬ発言をして共演者を困らせることが多く、実際に2024年のお笑いの日では、吉本興業は倒産寸前ですと発言したり、性加害疑惑で吉本を退所したジャンポケ斉藤さんの代名詞といえるはーいというネタを披露したり、お前ら犯罪者だらけじゃないかと強烈な発言をしたことで、共演者から総攻撃を受ける事態となりました。太田さん曰く、このような破天荒な言動を取るとプロデューサーが後でフォローをしなくてはならなくない、俺の番組をやるとそこのプロデューサーは始末書の書き方がうまくなるんですわらと話して、テレビマンが太田さんを使いたくない理由を自ら自虐的に語っていました。第5位、矢部浩之。お笑いコンビナインティナインはボケの岡村さんが5本の地上波レギュラーを持っているのに対し、相方の矢部さんは個人のレギュラーは皆無で、今やコンビでのレギュラーを一本有しているのみとなっており、コンビ間で明らかに格差が生じています。過去にはアウトデラックスで MC を担当していたものの、2022年に打ち切りとなり、2024年に特番として復活した際にはテレビ局にお金がなくなったから打ち切りになったと話しつつ、マツコが一番ギャラもらってたと矢部さんが指摘すると、それに対してマツコさんがお前だよと反論する場面がありました。
この冗談交じりのやり取りを受けて芸能関係者は、矢部さんが高級撮りとしてテレビマンから敬遠されているのは事実だと証言しています。芸能関係者によると、テレビ局的には岡村さんをキャスティングしたい気持ちはあるものの、その横に矢部さんをセットでつけるとギャラが高くなってしまうため、ギャラの安い中堅芸人か局アナがいれば十分で、矢部さんのことをキャスティングしない風潮になっていると明かしています。現在放送中の昼帯番組ポカポカも、当初は矢部さんを MC にするように吉本興業がプッシュしていましたが、それをフジテレビが拒否したことで、吉本が逆ギレして吉本芸人を出演させないようにしたため、他事務所のハライチの2人がキャスティングされたと報じられています。第4位、坂上忍。俳優の坂上忍さんは、子役時代は天才子役と称されたものの、その後は長らく日の目を見ることがなく、40代になってようやく毒舌キャラで再ブレイクを果たし、一時は情報番組バイキングで総合司会も務めていました。そんな坂上さんは毒舌キャラだけに高圧的な態度で共演者を責めることが多く、過去にはお笑い芸人の小籔千豊さんと番組内で口論になり、その後小籔さんが同番組を降板になったことで共演 NG の噂がささやかれたこともあります。こうした横柄な態度に対し視聴者からは、発言が偏りすぎる、何様のつもりだなどと批判が殺到し、嫌いな司会者ランキングでは1位に選ばれたこともあります。その一方で、歯に衣着せぬ物言いで忖度をしないスタンスが一部の視聴者からは支持されており、一時はバイキングが世帯視聴率でトップを叩き出していましたが、横暴な態度はフジテレビ上層部の顰蹙を買っていたと週刊誌が報じています。政治から芸能人のスキャンダルまで好き放題に噛みつく坂上さんのスタンスに、フジテレビの上層部が難色を示しており、特に自民党政権にべったりなフジテレビにとっては、坂上さんの政治批判が鼻についており、いきなり辞めさせると坂上さんに何を言われるかわからないため、いろんな形で外堀を埋めて坂上さんが自分から止めるように仕向けたと業界関係者が証言しています。第3位、南原清隆。お笑いコンビうっちゃんなんちゃんの南原清隆さんは、コンビでの活動を経た後、2011年から情報番組ヒルナンデスの総合司会を務めるなど、現在ではソロでの活動が主流になっています。しかし相方の内村さんがイッテ Q などの高視聴率番組を有しているのに対し、ヒルナンデスのコア視聴率は 1% 台と低空飛行を続けており、その理由としてキー局関係者は、内村さんとは対照的に南原さんには企画力の才能が欠けており、明らかに番組がマンネリ化していると指摘しています。またヒルナンデスは番組ターゲットを若い女性に絞り込んだ分、ターゲット圏外の人にとってはつまらない内容になっており、現場のスタッフも自分たちが面白い番組を作っているとは思っておらず、自分で自分の首を絞めているようなものだと苦言を呈しています。このように現場のテレビマンの士気を下げるような番組作りしかできていない南原さんは、長い目で見てキャスティングされなくなっていくのではないかと、同じくキー局関係者は推測しています。第2位、堺正章。タレントの堺正章さんは、音楽バンドザ・スパイダースでの活動を経て、俳優、司会、コメディアンと多方面で才能を発揮し、78歳を迎えた現在は芸能界のドンとも呼ばれています。そんな堺さんが19年以上司会を務めてきた教育バラエティ番組「世界一受けたい授業」が2024年3月をもって打ち切りとなりました。視聴率的には打ち切り水準まで下がっておらず、内容的にスポンサー受けもいいことから、番組終了をめぐってはさまざまな憶測が飛び交っている状態ですが、近年では堺さんが大御所ゆえの権力で番組内で高圧的に振る舞ったり、ゲストの女優に対するセクハラなどが問題視されています。実際に視聴者からは、全然面白くないのになんでテレビ出てるの、未だに昭和の大御所気取りで嫌な感じ、権力があるからつまらなくてもテレビ出てセクハラできちゃうんだろうな、といった批判のコメントが若い世代を中心に殺到しています。近年では若い世代のテレビ離れが問題視され、テレビ業界全体が若返りを求められる中、テレビマンは堺さんのように古い価値観のままアップデートされていない大御所タレントを起用することに躊躇する流れになっているといいます。第1位、ビートたけし。お笑い芸人のビートたけしさんは、お笑いビッグ3の一人として40年以上テレビの第一線で活躍し、
かつては軍団員から殿と慕われて多くの冠番組を有していました。しかし今では大御所になりすぎたことで VTR の合間に喋るだけで1回分のギャラが300万から400万円となり、その割にたけしさんがストーリーテラーを務めていたアンビリーバボーのコア視聴率はゴールデン帯にもかかわらず 1-2% 台なので、業界内では金食い虫と呼ばれていると週刊誌が報じていました。ある広告プロデューサーによると、たけしさんはこれまでギャラに頓着しなかったのに急にうるさくなったという声が業界内に広がっており、2020年に再婚した新しい奥様の影響とも言われていると証言しています。その結果多くの地上波レギュラーが降板となり、テレビ業界ではたけしさん離れが急速に進んでいると語っています。いかがでしたか。テレビマンが本当は使いたくないと暴露した大御所タレントを紹介しました。かつてのテレビ業界は華やかなイメージがあったものの、バブル崩壊以降は経営的に羽振りが悪くなり、その結果ギャラの高い大御所タレントが敬遠される傾向になっています。近い将来芸能界の勢力図が大きく変化し、新たなタレントが後継者として活躍するようになるかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。